ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。おい、帝国製かよ。何でも拾ってきやがるな。よし、早いとこ部品を持ってこい。よし、楽しみに待ってな。じゃあ取るよ。おっ、いい感じ。こら、危ねえだろ。わかったって。さてどうする。これならどうだ。危ねえだろ。悪かった。よし。おい、出来上がったぞ。早く来い。回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。ねえ、休憩しない？ああ、そうだな。来たな。いいもんに仕上がってるぜ。ありがとうございました。よいそぞ。おう。あれ、ゲンティアナか。ほんとだ、ゲンティアナだな。いたか、ゲンティアナさん。いたっけ。映っているのならいたということじゃないのか。そっか、全然いた記憶ないんだけどな。飛行基地って何だろう。君だよな。オートの人間かなんかが切られただろう。ああ、リウェイで騒いでたやつか。ニコ
してたが、本性を表してきやがったんだよ。帝国兵の前で怪しいことできねえな。あ、お前だ、窓手見ちまったよ。怖いな、あいつら。帝国軍がまた基地を飛ばしてたぞ。見た見た、なんか最近薄いな。帝国って結局そういうやつらなんだよ。で、男の子はどうしたの？一緒にいた人たちと街出てったらしい。男の子がさ、おじいちゃんって。かわいそう。出てきた帝国人がまたいやらしそうな男でさ。さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういや、シドとシドニーが船の修理でカエムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。そろそろ行く。さあ、出発だね。よし、出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの、だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。イグニス、運転ありがとう。いや、他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。大丈夫だ、心配するな。
行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度、あの騎士の近くで作戦を練ろう。こんなとこにまでいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。